はい、こんにちは、かけるです。今日から YouTube チャンネルの更新を、まあ不定期はではあるんですけど、徐々にやっていきたいなと思ってます。そこで今日の動画では、まずは自分の自己紹介、それからなんで YouTube をやろうと思ったのか、実際にこの YouTube チャンネルを使って僕はどういうことをやっていきたいのかっていうところをお話ししていきたいなと思います。最初はちょっと動画が見づらい部分とかもあるかもしれないんですけれども、温かく見守っていただけると非常に嬉しいです。それでは、まず最初に自己紹介の方からしていきたいなと思ってます。名前はかけると言います。年齢は今動画を撮っている時点で26歳、1998年の1月生まれです。で、血液型は B 型水亀座です。最近流行りの MBTI 診断、これは、提唱者です。ちょっと流行りに疎いのでアルファベット、分かんないのでちょっとテロップに入れておこうかなと思います。僕のキャリアについて、話ししようかなと思うんですけれども、僕は、学生時代、小中高、大学までずっと神奈川県に、住んでいました。神奈川県の藤沢市ですね。そこから、就職をして、一度地元を離れまして、研修期間は全国を転々とし、今は静岡県に住んでいます。はい。で、まあ、その会社員の都合上で、静岡県に引っ越してきまして、2年間、そこで仕事をしまして、そこで、まあ、SNS の発信だったりっていうのを始めたっていう感じです。はい。で、今ちょうどこの動画を撮っている2024年の3月、はい。で、今引っ越しの準備をしていて、来月から新しい職場に転職をするので、そこで東京に引っ越そうかなと、思っているところです。はい。続いて発信内容についてお話ししていこうかなと思ってます。僕は今までインスタグラムを中心に発信をしてきました。最初の1年間は MacBook の使い方に特化した発信をしてきて、その去年は、始めたのが2年前なんですけど、でその最初の1年は MacBook に特化した。そして去年は MacBook 以外にもガジェットの発信、もともとやりたかった商品、ガジェットの新商品の紹介の、ショート動画を作ったりとか、あとは実際に、MacBook の使い方を覚えるだけではなく、その先の企業のやり方だったりとか、 SNS に関する、発信っていうのを去年は1年続けてきました。はい。で、今年2024年何をやるかっていうと、媒体の幅を広げて、こうやって YouTube で長尺でお話ししたりとか、まあ、いろんな、ね、幅でやっていこうかなと今は思っているんですが、まあ、今は、Instagram の、まあ、ストーリーとかを中心に、発信をしているっていう状態です。はい。で、あと僕もう一つ注力している SNS がありまして、それが音声プラットフォームのボイシーです。結構これは知らない人も多いかなと思って、まあ、ざっくり説明すると、審査制の SNS になっていて、まあ、誰でもダウンロードすることはできるんですけど、実際に投稿したり発信をしていくってなると審査が必要なんですね。で、僕はその中でもありがたいことに、審査に合格させていただきまして、昨年の6月から、更新をしています。はい。で、主な更新内容に関してなんですけど、更新内容は、MacBook だったりこうガジェットの発信とは違って、僕は早起きが、得意で、まあ、朝活の発信をしていたりするんですよね。なので朝早く起きる方法であったりとか、まあ、あとはその僕の考え方だったり価値観の部分っていうのを声で発信してお届けするっていう、まあ、媒体の SNS プラットフォームボイシーっていうのを運営させていただいております。こちらも今は毎日更新をかけていて、今一番僕の中で力を入れている SNS になります。はい。そしてですね、なんで YouTube やろうと思ったかについてお話ししていきたいなと思うんですけど、まあ、YouTube をやろうと思った理由って大きく分けて3つ。で、まあ、まずの1つは、たくさんのチャンネル登録者数の方が、まあ、本当にありがたいんですけど、たくさんいらっしゃるので、この YouTube を今後も使っていきたいと思っているのが1つ目の理由になっています。
今までこの YouTube っていうのは基本的に YouTube ショーツでしか投稿していなかったんですね。なんですけれども、それだけでたくさんの、チャンネル登録者の方が増えて、本当にありがたいんですけども、 YouTube の、メインコンテンツである長尺の動画っていうのを1回も出してこなかったんですね。なんでそこをこれからは頑張っていきたいなというふうにまずは思っています。あと僕もう2つ目はインスタグラムだったり TikTok とかのショートムービーのコンテンツなどを後から見返すのが大変だったりするっていうのが僕自身ネックで、今まで何メート投稿と、ショート動画だったりスピード投稿と言われるんですけど、インスタグラムでの投稿を続けてきたんですけど、なかなか昔の投稿は見てもらえなくなってしまったりとか、はい、ありがたいことに保存をしていただいて見返していただくってこともあるんですけど、それでもやっぱり YouTube みたいに何回もずっとこう見ていただけるコンテンツっていうものを作れてはいないっていうのが印象なので、 Instagram よりもより内容の濃く濃いコンテンツ、それこそ YouTube って何十分のものを全然見ていただける人はいるので、そういったこう今までの投稿を寄せ集めたまとめコンテンツみたいなのを作りたいなというふうに思っているのが2つ目の理由です。そして3つ目は特化した内容ではなく、いろんな幅広い内容の発信をしていきたいというふうに思ったのが3つ目の理由です。 YouTube って結構幅広い媒体、たくさんの方が見ていただける人数が一番多い SNS なので、自分の悩みだったりそういうことを解決できる人が一番多いプラットフォームなんですね。 MacBook の使い方だったりそういった特化したものだけではなくて、いろんな幅広いコンテンツを展開したいと思った時に、一番それがやりやすいのが YouTube だなと思っているので、再生リストだったりプレイリストっていうのを活用して YouTube で自分のコンテンツたくさん作っていきたいなと思っています。はい、そして最後3つ目になるんですけど、この YouTube でどういう方法を作っていく、どういう動画を、上げていくのかというところについて、お話ししていきたいなと思います。はい、でこれもし、こういう動画見たいっていうのがあったらぜひコメント欄で教えてください。で僕は今現状上げようと思っているコンテンツがいくつかあるんですけど、まず1つ目は今までインスタグラムで投稿していた MacBook の使い方に関する動画、これをいっぱい上げていきたいなと思っています。今までは、おすすめの設定何個何個何個みたいな感じで、どうしても一つの投稿には収めきれない量の、投稿をしていたんですけど、それをまとめてこの動画を一つ見れば MacBook の設定だったり MacBook のアプリだったり、一緒に買うべき周辺機器のアイテムだったり、そういった内容を一括できるような、動画を作っていけたら、非常にね、チャンネル登録をしていただいた方にもメリットがあるんじゃないかなと思うので、そういった動画をまずは作っていきたいな。はい、で2つ目は Apple 製品だったり、最新のガジェット紹介、これを YouTube でもやっていきたいなと思っています。はい、で理由はやっぱりもともと YouTube を見てこの発信を始めると思ったからですね。はい、まあやっぱりショート動画で30秒でまとめて仕事に行くっていうところもニーズは今の時代に合ってるかなと思うんですけど、やっぱり、商品を買うってなった時にその商品の全てを知った上で、僕みたいなマスを買いたいと思うんですよね。どういう機能があるのかとか、どういった製品、今人気の製品と今人気の製品とどういった違いがあるのかとか、そういったいろんな違いがあるなを比較した上でやっぱり納得のいく買い物をしてほしいという思いは必ずあるので、そのためにも一つ一つの商品をまとめて、ご紹介させていただいたりとかは、していきたいなと思います。はい、あとは Amazon のメール情報ですね。はい、僕だったりチャンネル登録をしていただいている方はやっぱり、ガジェットの情報に、アンテナが張りやすいかなと思います。で僕自身もう Amazon のセールだったら必ずどんな商品があるのかっていうのを見るんですね。その中で、僕がおすすめしている商品とか実際に買ってよかった商品っていうのをこの YouTube を通じてもご紹介していければいいかなと思いますので、ぜひ楽しみにしてください。あとは、さっきもお話ししたんですけど、やっぱりそれ以外の Vlog であったりとか、動画編集の裏側結構ざっくばらんなこともやっていこうかなと思っているので、その辺もね楽しみにしていただけたら嬉しいなと思います。
します。はい、というところで今日は、1本目の動画ということで、自己紹介、それからなんで YouTube をやろうと思ったのかと、あとはどんな内容を YouTube に上げていくのかというところについてお話しさせていただきました。今後の動画が気になるよっていう人だったり、もしねよかったらチャンネル登録やいいね、グッドボタン、コメントお待ちしております。それでは今日の動画は以上にしたいなと思っております。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。